こんにちは。谷口光俊です。1月14日木曜日21時から22時まで、軽楽ストレッチリンパマッサージオンライン無料セミナーを開催します。ぜひ、お時間のある方は当日、パソコン、タブレット、スマホで、このオンライン無料セミナーにご参加ください。まず最初にこの 軽落ストレッチリンパマッサージという名称なんですが少し長すぎるので私たちは KSL と呼んでいますぜひあなたにも経絡ストレッチリンパマッサージのことを KSL と覚えていただきたいですではまずこの KSL についてお話し,しますこの KSL は経絡とリンパを ストレッチとセルフマッサージで整えるセルフケアのことです。軽楽とリンパを体に無理のないストレッチとセルフマッサージで整えることで、いつまでも健康で元気な体、またかっこよくきれいな体を作ることができます。そして今からこのセルフケアを行っていただければ、 介護を受ける必要のない体と頭を手に入れることができるのです。しかし、このようなセルフケアはちまたにたくさんありますが、この KSL は他のセルフケアとは全く違う2つの特徴があります。その2つの特徴についてお話します。まず1つ目の特徴は、ただ単にストレッチやセルフマッサージを行うのではなく、 東洋医学やリンパの知識も学びながらストレッチやセルフマッサージを行っていただくつまり脳みその汗もかきながら行っていただくセルフケアだということです二つ目は人はそれぞれ顔や性格が違うようにセルフケアの方法でもあなたに合ったセルフケアが必要なのですそれを東洋医学の 診断方法を応用したセルフチェックであなたに合ったタイプを見つけあなたに合ったセルフケアをマスターしていただけることですさてこの KSL を今回オンライン無料セミナーとして開催しますなぜわざわざオンラインセミナーを開催するのかについて少しご説明しますまず第一はこの KSL で あなたにも軽落とリンパをストレッチとセルフマッサージでケアするセルフケア方法をご自宅で気軽に学んでいただきたいという思いが第一にあるからです。そしてもう一つあるんです。日本ボディケア学院はマッサージ・生体セラピストを育成して独立開業をサポートするスクールですが、セラピストや生体師、そして治療家、 すすなわち、施術者と言いますね。私たちはこれをプラクティショナーと呼んでいるんですけどもプラクティショナーは地域を限定したビジネスですが今後地域限定だけのビジネスではご飯を食べていくことが難しくなるからですご存知のように安売りマッサージ店や生単院、ストレッチ店などがお金の力にものを言わせてチェーン店の展開を 加速してくるからですそしてこれらの会社は安売りで勝負をかけてくるのでまともに勝負をしていたら勝ち目はありませんそんな中いつまでも大好きな仕事で独立開業していくためには今までの価値観を変え同時にビジネスの方法も変えていかなければならないのですそのためには地域限定の仕事から 全国を対象としたビジネスに変化させていくことですそこで使えるのがインターネットですちょうど2010年に日本文芸社さんから発刊していただきました私の初めての本経絡ストレッチリンパマッサージが2015年に電子書籍として販売されましたそこで インターネットと電子書籍を使って KSL のセミナーを開催することができるインストラクターの要請を始めましたそして今回 KSL インストラクターが行うオンラインセミナーを実際に私が行い全国のインストラクターの皆さんに KSL オンラインセミナーの開催方法を学んでもらうこと同時にあなたにも KSL インストラクター養成講座の可能性を知っていただきたいからですでは次に今回のオンラインセミナーでお話しする内容をお伝えしておきます 1KSL とはここでも経絡ストレッチリンパマッサージについてご説明しましたがもう少し詳しく KSL についてお話しします2 健康豆知識日頃役立つ健康豆知識をお話します今回は脂質についてお話します3タイプ別診断法先ほどもお話ししました東洋医学を応用したセルフチェックであなたのタイプを調べてみてくださいそこからあなたに合ったセルフケア方法を知ることができます4基本エクササイズ 今回は全身の気の流れ、リンパの流れを良くする基本エクササイズをご紹介します。5、プレゼント。最後にプレゼントをご用意しているので、ぜひ最後までご覧になってください。では最後にオンラインセミナーの参加方法についてお話します。すでにご存知の方も多いと思いますが、オンラインセミナーとはウェビナーのことです。 インターネットに接続されているパソコン、タブレット、スマホならどこでも参加することが可能です。今回はこのセミナーを視聴することができる URL とパスワードを発行しますので、後ほどご紹介します。ご登録フォームからご登録ください。ご登録くださいましたら URL、パスワードの発行とともに オンンラインセミナーのの視聴方法を詳ししく解説しますでは今回の KSL オンライン無料セミナーにご参加ご希望の方はこちらからご登録くださいパソコンタブレットでご覧の方はこの URL をクリックしてくださいそしてスマホの方は上の右隅に出ている ここから登録という言葉をクリックしてください。それぞれご登録ホームにリンクしていますのでよろしくお願いします。それでは長い動画を最後までご覧いただきありがとうございました。1月14日木曜日21時に KSL オンライン無料セミナーでお会いしましょう。